日放送のサンデーモーニング DBSK で張本勲氏がスケートボード競技の安全性について独自の理論を展開。その内容が物議を醸している。スケボー堀米選手を特集番組では先月27日イギリスで開催されたスケートボードストリートリーグ開幕戦の模様を特集。日本の堀米雄斗選手19が難易度の高い技を次々と繰り出し見事に優勝する様子が放送される。2020年の東京オリンピックに向け期待が高まるとアナウンスされると、この VTR を見た張本勲氏とゲストのラモス・ルイ氏は一様にあっぱれ称賛のコメントをするものと思われた。アドズバイキオスクド張本氏が安全性に苦言、関口博氏からこれ、オリンピックの競技ですからね、と声をかけられた張本氏は、こんなしかし、種目を作るんですかねえ。危ないのにねえ。もっと安全で楽しい競技をね、たくさん編み出してくれればいいんだけども。一つ間違ったら大変ですよこれ、と競技の安全性について警鐘を鳴らす。思わず関口が、野球だって危ないですから、と突っ込みを入れるが、張本氏は、ねえ、いつも言ってるじゃないですか。危険なスポーツは、と苦言。関口がなんとか、でも世界一ですから、と話を変えると、張本氏も、大したもんだね、と称賛。ラモス・ルイ氏が、期待できますよ、とコメントするとなんとか場が収まり、話題は競馬へと移った。視聴者は怒り堀米選手の成績を褒めるはずが、競技の安全性に、物言い、をつけた張本氏。その余計とも思える発言に、視聴者から怒りの声が。なお張本氏は以前にもスケートボード競技の安全性に疑問を呈すなど、否定的なコメントをしたことがある。同氏にとっては、危険極まりないスポーツという認識のようだ。他の競技にリスペクトを、スケートボードについて偏見とも思える発言を行った張本氏。同氏は野球以外、特に新興スポーツについてこれまでにもたびたび、何まあ面白いのかわからない、という趣旨の発言を行い、批判されている。新しいことに理解を示さない姿勢は、老害、と言われても致し方ないだろう。ちなみに調べ編集部が全国の20から40代の会社員男女に、会社に老害がいて辞めてほしいと思っている人、入るか、聞いた調査では、各世代で2割から3割が、職場に老害がいて辞めてほしいと思っている、と回答。もちろん張本氏は会社員ではないのだが、彼の、頭の固さ、を、老害、と感じてしまっている人は、残念ながら多いと言わざるを得ない。野球界のレジェンドでも、他のスポーツでは素人。野球以外の競技について謙虚さとリスペクトを持ったコメントをお願いしたい。合わせて読みたい。キャバ嬢は10年で絶滅する。衝撃投稿に若者、金払って気を使うのは無理。文、調べ編集部。
佐藤俊治、調査概要、方法。インターネットリサーチ、クズー、調査期間、2016年7月22日から2016年7月25日対象、全国20から60代の会社員男女480名、有効回答数、